皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、7月の16日、16時48分、兵庫県知事斉藤さんは、報道ステーションなどで兵頭さんとして出られていた方でしょうか。まあ、ちょっとだいぶ気になりましたので、問いかけてみました。で、頭の上、この辺がちょっと痛くなってるんですけど、誰かをぶつけたか、げんこつを落とそうとしていたか、多分頭をぶつけた方だと思うんですけども、ところで、斉藤さんは、淡井圭介の味方だったのかどうか、というところですね。ウクライナとロシアの戦争ということを放送されてましたけども、最近、未来からの時間軸からの声がけで、今年5月に行われていたボクシングヘビー級の、4団体統一チャンピオンで、ウシク選手というウクライナの方ですね。まあそこで、まあちょっと声がけと心の声等で送って、まあフィーリー選手も、まあかなり体格差がありまして、まあそんなに体鍛えてない状態で、まあリング上がってこられて、試合をしていたというような形で、テレビの報道自体がウクライナの方が優位になるように、放送していたと、そういうふうに見受けられるんです。そのボクシングのヘビー級の統一のためなのか、円安になって穀物小麦粉の輸入のためなのか、その辺のところはちょっと僕よくわからないんですけども、その兵頭さんとしてテレビに出られていたとするのであれば、斉藤知事がそれはどういうふうなことなのか、かなり随分前から兵頭さんとしてテレビに出られてましたから、兵庫県知事をされる前からですよね。2人が同一人物であるとすれば、ちょっと僕の方もボクシングに関して、そのヘビー級に関しては階級をもう少し分けた方がいいんじゃないのかというのが僕の見解で、ヘビー級のその上にスーパーヘビー級を作っておいて、例えば体重が、100キロ以上か120キロ以上の人がスーパーヘビー級というような形にしておいて、体重制限を設けるべきですね。そうじゃなかった、例えばヒューリー選手は2メートル16センチの方ですから、ウシク選手はそのヘビー級じゃなくてもう少し下の方の階級で試合をされていた方 で、ヘビー級に上がってこられていた方で、そこまで背が大きくないんですよ。190センチ台もないんですよ。だからもうそこまで身長差があると全然違いますので、完全に3階級4階級5階級それこそ5階級ぐらいの差があるんじゃないですか。もしかしたら6階級ぐらいの差があるかもしれないですね。ちょっと斉藤知事と兵頭さんの件が気になりまして、で昔その斉藤さんが僕に会いに来られたことがあったのか、話をしたことがあったのかというところですね。パワハラ云々というニュースがだいぶ前から流れてますけども、その戦争のフェイクニュースを読まされてパワハラだったのか何なのか、ちょっといろいろ考えることが多くてですね、ご質問させていただきました。以上です。